黄昏時の秋田港た昏は、1日のうち、日没直後、雲のない西の空に、夕焼けの名残の赤さが残る時間帯である。黄昏時、黄昏るという動詞型もある。黄昏時の神戸港、黄昏は、江戸時代になるまでは、黄昏といい、黄昏時の略である。夕暮れの人の顔の識別がつかない、暗さになると誰かれとなく、そこにいるのは誰ですか 誰そかれと尋ねる頃合いという意味である。この風習は広く日本で行われた。おはようさんです。これからですか、お晩でございます。今、お帰りですかと尋ねられれば相手も答えざるを得ず、互いに誰であるかチェックすることでよそ者を排除する意図があったとされる。タイになる表現に夜明け前を表す変わたれ時があり、本来はいずれも夜明け前。 日没後の白明体を区別せず読んだと推測される。黄昏時の平常系須作文、黄昏という言葉は、万葉集に、誰そかれと我をな、トイソ9月の炉に濡れつつ君待つ、我そ、万葉集、第10巻2240番と登場するが、これは、文字通り、誰ですかあなたはという意味である。平安時代には、うつほ物語に、黄昏時の妖霊が現れ、 さらに、源氏物語によりてこそそれかとも見めた、そかりにほのぼのみつる夕顔の花、源氏物語、夕顔光る源氏と、現在のように、多速かれで、時間帯を表す妖霊が現れる。なおこの歌は、上都登場人物の名、夕顔の由来になった夕顔の歌への変化である。比喩として、最盛期は過ぎたが、多少は、余力があり、滅亡するにはまだ早い状態を表す。 看護、黄昏は、日没後のまだ完全に暗くなっていない時刻を指す。初倉とも呼ぶ。十二時達では、術時に相当する。黄昏の動詞化の用法で日が暮れ、薄暗くなり始める頃を指し、空が黄昏るや、人が人生の森を過ぎ衰える様を表現して、黄昏れた人などのように使用されることがある。手記。 祖事し中理創業第一、曰く、黄昏がれもっためき刑中、黄昏がれ者、個人親、迎えのき、儀礼いわゆる初倉なり、儀礼しくられ、貴職ら、陳賛かなゆね門外、ことばんくデジタル大事前の解説朝日新聞社、ありがとうございます。